ーチャーアーティストは中島美嘉。歌手としてだけでなく女優、モデルなど様々なフィールドで活躍中の彼女にまだまだ気になる質問たくさんしてきました。 Q&A。 じゃあ質問です。今ハマってることは何ですか？ハマってること、枝豆。枝豆？ダダチャ豆。ダダチャ豆ってなんか枝豆の種類、枝豆の一種です。スポーツはやってましたか？中学校やってました。何をやったの？テニスを。今はしてないの？ここ1年全く動いてないです。じゃあ見るスポーツは？あ、見ないです。じゃあテレビ番組は何が好きですか？真剣10代しゃべり場。ポップジャパン TV。 日差しの中で追いかけた君の姿探して恋が終わる予感して、寄り添ったよね好きな気持ちはいつでも君がいた分だけ前より優しくなれたんだ。君が残した壁の落書き、時々指で謎を追ってみるよ。日差しの中で見つけた自分自身でもアルバムを出しているホームグロウンというバンドが参加しています。おー、そういえばさ、このプロモーションビデオの撮影場所って、この間愛子と2人で行ったレゲエイベントのあの海岸だよね。だよね、風見のバックを務めるホームグロウンが結成されたのが、あのこの海岸にあるオアシスっていう海の家なんだよ。あったでしょ、最近さ、風見みたいにヒップホップや R&B のアーティストがレゲエの曲をやったり、レゲエアーティストがヒップホップをやったりするのって最近結構多いよね。流行ってるのかな。要チェックです。
じゃあ次の曲いってみましょう。どうぞ。2003年、愛をテーマにバラエティ豊かな楽曲を歌ってきた中島美嘉。今年の集大成ともいえるセカンドアルバム「ラブ」が発表されました。アルバムについて聞いてみましょう。 Q&A。 アルバム今月の私中島美嘉の特集をお楽しみに。ポップジャパン TV、 そろそろお別れの時間がやってきてしまいました。はい、今月のフィーチャードアーティスト中島美嘉ちゃんは髪をバッサリ切ってなんかイメージ変わったよね。あのすごいロングも良かったけど、あのバッサリした感じもすごい似合っててかっこよかったね。またね、なんか私たちもさ、こういうイメージチェンしたいよね。したいね。ちょうどね、季節も変わったしね。あいこは何、どうしたい？あいこね、ずっと長いからもうざっくり切りたいな。え、ちょっと花見より短く。マジで全然想像つかない。次回絶対次やっていくよ。分かった分かった。花見は、私はね、ちょっとこれ見てよ。つい一昨日だよね、一昨日の中自分でイメチェンしてって前髪切ってみたんだね。これこれどうなの、これ いけてる、超まっすぐ切るつもりなんだけどこんなになっちゃったんだね。じゃあこれからも私たちが東京発の最新のかっこいい曲を紹介していきます。最後にポップジャパン TV のジャーティスト、ジ・アンカラードのアフターズレインを見てお別れです。それじゃあまた来週、バイバイ。TV のプッシュアーティストはジ・アンカラード。彼らの詳しい情報はご覧のホームページでチェックできます。皆さんからのメッセージや質問もお待ちしています。ぜひアクセスしてください。渡辺歯科、通常の歯科治療と美容歯科のスペシャリスト。あなたの歯を美しく健康的に。ホワイトニングをはじめ歯の美容トリートメントすべて。最新のレーザー技術と設備でスマイルデザイン。徹底して歯の自然美にこだわります。歯のスペシャリスト、ドクター渡辺にお気軽にご相談ください。普段着の引っ越し、夢が青空に弾けたら届けてください。私の恋頑張ろう。日通の海外引っ越しネットワーク、日本エクスプレス。この番組は野村&カンパニーの提供でお送りいたします。一膳に寄せる思い、国宝ローズだけが持つ品質管理システム。一粒一粒にかけた情熱が実を結ぶ。移りゆく色とりどりの季節の中に息づいて、味わい深く、そして香り豊かに。最高級品種米、国宝ローズ。東京テレビ。I made this for you, Mom. Wow.